ナです。ブレスオブザワイルド実況プレイパート83。フィローネ平原の、祠回収進めていきたいと思います。さて。いいなぁ、これ。なんだ？ゴキバグ。まずね、今回は、エリアの東側の方に、いや、西側の方にある赤印の祠を取りに行きます。取りに行くって言い方も変だな。そうか、俺これつけてるから。ちょっと危ないのがあるよ。あの反応あり。さて、さすがにこの辺が限界かな。あの煙が怪しいね。これフィルター入れてるせいだな。色すごい。多分通常はもうちょっと落ち着いた色してると思うんだけど。こう、画面のホワイトバランスを調整するみたいなやつ入れてて。多分そのせいだと思う。コロゴもいるな。まあ、コロゴは後だ。まずは、これだな。だねえなぁ。予想の方向だ。手に取る勇気。手に取る勇気。ああ、これか。これか。これか、これか。これわかるよ。
ことよ。確かにね、手に取る勇気っていうのを一体何を手に取ればいいんだっていうところに気づかないと、答えが出てこないっていうね。なんかほんとね、ヒントの隠し方がうまいよね、ゼルダって。なんか、ゼルダの謎解きができたら、大体世の中のロープレの謎解きは、解ける気がする。めちゃめちゃ謎解きの質がいいんよ。ゼルダって。さあ、あとは、東側の森の方だね。かな。あれだ、これ。あれ、取れる。たのか。お、怪しい人がいる。じゃあ、手前側、この黄色い印のとこまで飛びまーす。とこまで飛びまーすって言ったけど、飛べるかな？あ、あれ、あれじゃん。見える見える。ここがね、転がっては東側か、装置の方からやった方がなんか、回りやすそうだよね。よいしょ、ゴラを感知。取られたか？武器はもったいない。頑張れ。あったー。アニットの祠。あ、ジョイ。軽くひねり潰してくれるわ。
シュブロ持ちで強いね。オッケー。これ拾わないといけないからな。で、盾をこれを手放してこっちにしよう。いいなぁ、ガーディアンはね、槍とか、そういうのとこう、盾を組み合わせて使うことができて。ぶっちゃけ、両手剣はともかく槍だったら別に盾と併用して使ってよくねって思う。思わん？いや、とりあえず次は、ピンクの印のところに向かいます。で、呼び出して、頼むよー。せかしたりせず行こう。敵が襲ってこないって楽でいいね。行かせてもらおうか。一応深淵の森、大蛇喰らうべく開かれし竜のアギト。そこに勇者の試練が眠る。あ、なるほどね。樹海ダムゼル。まあ、これでしょうね。この川？まあ、まあ、そこにまず向かおうとしてたわけだから。ここいらで一旦下ろしてもらおうか。実は害悪。
ったらもう、襲いかかってこない。あ、こねろ。へい。あ？キノコ。こんな風に森歩かなかったね、前ね。待てよ。やっぱり収めてなかった。あ、待ってくれ。集めていこう。木材も欲しいし。ビビるか。お前、めちゃくちゃいいもん持ってんじゃねえか。さすがに敵対するよね。鋼鉄リザルシールといいな。はあ。王家の両手剣だ。かっこいい。思わぬ収穫。ありがとうございます。いやー、森が多くてな。他の平原の方はそうでもなさそうなんだけど、やっぱちょっとこのね、森、ジャングルの方は、コログ集めも苦戦しそうですね。切れないんだもんね。あー、なんかね、ブロックのあれ、パズル的なやつあったよ、ほら。何をもう、え？
だ。勝手に落ちたろ。お前。おお。ああ。何のことはない。これかな。でものことさ。ここでも、いけるいける。さっきなんで、ハードの器を増やします。で10個だ。あと3個あったら、あの伝説の剣を抜くことができますね。まあまだいかないけど。ピックチョフのほら。さすがにご褒美じゃない？よし、来たー。ああ、これはこれでうまい。ただね、やっぱね、温度管理できるから、こういう火とか氷の武器の方が、重宝するんだよね、結局ね。まあ、一旦これ手放して、まあでも炎のね、体験も氷の体験もあるからいいか。戦うときは電気一番いいんですよね。あと氷か。まあガーディアン戦のこと考えるとやっぱ電気が一番なのかな。攻撃力はね、電気一番少ないんですけどね。OK。さあそれではね、この水の塔。の周辺、フィローネ平原かなの、祠回収は、完了ということで、次回からは、この近辺のコログ集め頑張っていきたいと思います。まあ森の方は絶対的に大変なんで、ちょっと後半の方に残しておくとして、まずはこのね、この、ここを縦に割って、この左側のエリアから、回っていこうかなと思います。はい。まあ、この廃校のこの真ん中のとこから始めていくのもいいのかな。うん。まあ適当にまず印つけて順番に回っていくことにしましょう。とりあえずね、印だけつけちゃいますね。じゃないな。ですかね。はい。じゃあ次回は、このフィローネ草原の、コログ集め編ということで、張り切っていきたいと思います。では、ゼルの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイパート83、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。